どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、各ホテルプログラムのポイントをですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスに交換するとですね、 30% 増量キャンペーンっていうのが来ておりますので、本日はこちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ユナイテッド航空のね、キャンペーンで各ホテルプログラムのね、ポイントをユナイテッド航空のね、マイレージプラスに交換すると 30% ね、増量してくれるっていうね、こちら2019年にもね、行われたキャンペーンなんですけども、確かね、2020年はなかったと思うんですけども、2021年ね、帰ってきたっていった形になりますね。ユナイテッド航空のね、マイレージプラスね、貯められている方はね、かなりお得なキャンペーンっていう風になりますんで、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、キャンペーンの詳細ね、早速いきたいと思うんですけども、公式サイトね、こんな感じになってまして、コンバートナウフォー30ボーナスマイルということで、こちらキャンペーンのね、期間が2021年の9月1日からですね、2021年10月1日13時59分ということで、こちらはですね、公式サイトちょっとね、時間違うんですけども、私の方でね、日本時間に直してあります。で、エントリーはね、必須という風になっておりまして、概要欄に公式サイトね、載せておきますので、こちらね、確実にエントリーね、していただきたいなというふうに思います。で、特典ですね。先ほども言っております通り、各ホテルポイントからユナイテッド航空のマイレージプラスに交換すると 30% 増量っていった形になります。で、こちらの 30% のね、増量上限っていうのがですね、最大2万5000マイルまでっていうふうになっておりますんで、こちらね、青天井で交換できるわけではなくて、このボーナス分ね、 30% が2万5000マイルまでっていう風になります。で、ボーナスマイルのね、積算時期なんですけども、2022年の1月31日までに付与っていただきになりますんで、こちらね、結構ボーナスマイルね、付与されるの先なんですよね。通常のね、交換分に関してはホテルプログラムによってね、変わるわけなんですけども、マリオットボンボーホテルからね、私以前交換した時は1週間ぐらいでね、付与されたわけなんですけども、この通常のね、交換分とこのボーナスマイルの分っていうのはね、付与時期はね、違うっていった形になりますんで、この点もね、覚えといてください。で、各ホテルプログラムということで、今回のね、対象ホテルのポイントについてなんですけども、マリオットホテルですね、マリオットバケーションズクラブ、あとアコーホテルとヒルトンホテル、 IHEラディソン、ハイアット、ウィンダム、チョイス、ゴールデンサークルっていった形になっておりまして、このホテルプログラムからですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスに交換していただくと、30% 増量ね、していただけるっていった形になります。で、こちらね、公式サイトにホテル名がね、記載がないんですけども、ユナイテッド航空のね、公式サイトにですね、このユナイテッド航空の提携先っていうのはね、こちらにね、記載があるっていった形になるんですよね。ですんでね、もしこちらもね、確認されたい場合は、こちらの公式サイトもね、概要欄に載せておきますので、気になる方はですね、ホテル名ね、チェックしてみていただければなと思います。それでは次にですね、今回ね、30% 増量キャンペーンということで、またね、マリオットボンボーホテルがですね、今回のキャンペーン対象っていう風になっておりますんで、マリオットボンボーポイントね、交換される方ね、いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、マリオットボンボイホテルポイントからマイルにね、交換すると、本来ですね、交換率が3対1って言った形になりますんで、6万ポイント交換すると、2万マイルにね、交換することができるわけなんですけども、1度に6万ポイント交換すると、5000マイルにね、ボーナスがつきますので、2万5000マイルになるんですよね。ですので、ANA マイルとか JAL マイルとかもありますけども、6万ポイントをね、交換すると2万5000マイルにね、交換することができるんですよね。で、ユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは、独自にね、提携を組んでおりまして、さらに 10% 増量っていった形になりますんで、2万7500マイルにね、交換することができるわけなんですよね。こちらかなりすごいですよね。で、また今回のキャンペーンでさらに 30% 増量キャンペーンにね、こちら乗れるっていった形になりますんで、6万ポイントをね、交換すると3万5750マイルにね、交換することができるっていった形になってるんですよね。かなりすごいですよね。ユナイテッド航空のね、マイレージプラスっていうのは、ANA のね、国内特典航空券をね、お得に発券することができるということで、かなりおすすめなんですけども、3万5000マイルあったらですね、直近で発券しても、羽田札幌とかね、6000マイルで発券できますんで、2往復と片道ね、利用できますよね。
いや、かなりすごいですよね。まあ、こういった感じでですね、マリオットモンマーホテルポイントから、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスに交換すると、かなりね、お得に交換することができますので、まあ、この交換率はですね、マリオットモンマーポイントだけにはなるわけなんですけども、まあ、他のね、ホテルポイントでもですね、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスに交換していただくとですね、30% 増量で交換することができます。それでは次にですね、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスね、簡単におさらいね、していきたいなと思います。ユナイテッド航空のね、マイレージプラスっていうのは、ANA のね、国内特典航空券をお得にね、発券することができるということで、利用されている方もね、かなり多いかなと思うんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスは、特典航空券を誰にでも発券することができるんですよね。これがね、結構大きいメリットっていう風になっておりまして、友人の方とかですね、 ANA マイルとか JAL マイルとかでね、発券することができないんですけども、マイレージプラスであればね、利用することができます。またですね、マイルの有効期限っていうのが無期限なんですよね。永久不滅マイルっていう風になっておりまして、失効することがねないんですよね。ですので、じっくりね、貯めることができるっていった形になります。で、必要マイル数なんですけども、羽田から札幌福岡とかですね、大阪から那覇札幌とかですね、距離にして800マイル区間はですね、5500マイルでね、発券することができます。で、発券日から20日以内だとですね、緊急発券手数料ということでプラス500マイルが取られますので、6000マイルでね、発券することができます。で、羽田沖縄とかですね、距離にして801マイル以上の区間はですね、9000マイルがね、必要っていった形になります。でですね、一番お得なのはですね、伊丹空港をね、メインにされている方ですね。伊丹空港からですね、沖縄も福岡も札幌もですね、全部ね、5500マイルでね、発券することができるっていった形になってるんですよね。ですんで、伊丹空港はね、メインの方はですね、このユナイテッド航空のね、マイレージプラスっていうのはかなりね、おすすめっていった形になります。でですね、 ANA のね、国内特典航空券を発券するのはですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスね、すごいおすすめなんですけども、長距離路線のビジネスクラスとかですね、必要マイルスね、一気にガツンと上がりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。 ANA のね、国内特典航空券をね、非常にお得に利用することができたりですね、またね、羽田からね、札幌にね、行こうと思った時に、羽田から伊丹に行って、伊丹から札幌みたいな、まあ、そういったね、経由便みたいなのもね、このユナイテッド航空のね、マイレージプラスっていうのは利用することができるんですよね。しかもね、この乗り継ぎをですね、すごい長くして十何時間ね、大阪に滞在して、その後札幌に行くっていった形でね、まあ、そういった警備もね、楽しめたりですね、またね、エスカーショニストパークっていうね、特典もあるんですよね。詳しくはね、こちらで解説ね、させていただいてるんですけども、こういったね、お得な利用方法もですね、ちょっと難易度は高いんですけども、お得に利用することができます。それでは次にですね、一応エントリー方法をね、やっていきたいなと思います。ちょっとこれにね、画面出しておきますね。コンバートナウフォー 30% ボーナスマイルということで、ポイントをマイルにすると 30% ボーナスマイルっていった形ですね。で、エントリーをね、してくださいっていった形になっておりますんで、エントリーね、していきたいと思います。で、このレジスターズゲットスタートっていうところにですね、マイレージプラスの番号ですね、で、その下のね、私はロボットではありませんをクリックして、このレジスターナウっていうのを押していただくとエントリーができるっていった形になります。ちょっとエントリーしていきましょう。ということで、入力がね、できました。まあ私もですね、もしかしたら利用しようかなと思っております。というのも、私ね、今ちょうどね、6000マイルを切ってるぐらいのマイル数しかね、持ってないんですよね。ですんで、ANA マイルはね、特旅マイルキャンペーンがやってない区間をね、発見するときに、やっぱりね、このユナイテッド航空のマイレージプラスでね、結構発見しますんで、交換するのはね、今ね、やっといた方がいいのかなっていう感じですよね。ということで、入力が終わりましたので、レジスターなので押したいと思います。You register for offer on September 2っていうのはね、書いてありますね。まあこれでね、エントリー完了しましたので、あとはですね、マリオットであればですね、マリオットボンボホテルポイントを公式サイトからね、交換していただければ 30% 増量でね、交換することができます。ということで、今回ですね、各ホテルプログラムのポイントをですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスに交換すると 30% 増量キャンペーンということで解説ね、させていただきましたけども、こちらね、かなりお得なキャンペーンですよね。
ね。ホテルポイントね、ある程度保有されている方はですね、ぜひね、交換ね、してみていただければなと思います。ANA のね、国内特典航空券がお得に発券することができるっていう形になっておりますので、国内旅行をですね、ユナイテッド航空のね、マイルで利用されている方はですね、かなりね、いいのではないのかなと思います。で、ちょっとね、最近この外資系のね、マイルっていうのは、この前ね、ブリティッシュエアウェイズでも解約がね、あったっていった形になりますんで、保有しすぎないようにね、注意しといていただきたいなと思います。本当にね、外資系のマイルっていうのは、事前アナウンスなしでですね、一気に解約ズバンってね、入ってくることがね、結構ありますんで、この外資系のね、マイルっていうのは、まあ、ある程度ですね、使い切る分をですね、保有ね、していただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。